はい、ラジオをお聞きの皆さんこんばんは。今宮健太講演会証券会、事務局一心寺住職の今宮です。3月もね、今日が最後の更新になるのかなというふうに思っております。そしてね、皆さん待ちに待った、開幕といったところにね、差し掛かってきました。ちょっとね、オープン戦ね、ホークス負けが込んでね、大丈夫かという声がね、結構やっぱお寺に来ている方々からも、多く聞こえましたけれども、まあかなりね、状況はね厳しいのかなとか思うところもありますけれども、まあそういうところを含めてこう層の厚さがね、やっぱホークスの強みですのでね、やってくれると思います。まあそんな中でね、まあ健太もなんか肘が悪かったりとか、そうかと思ったら今度はウイルス性腸炎、まあ息子さんからね、息子さんというか僕は甥っ子ですけど、甥っ子からねのをもらったみたいね。どうしてもねウイルス性腸炎ってこう家族の中回るんですよね。僕もやっぱり以前体調不良になった時があって、あれがそうだったんです。あれがやっぱりウイルス性腸炎で、うちの奥さん、まあうちの娘もそうですけどね、ここから回って最後僕に回ってきたんですけれども、まあでもそんなに、まあ、3日4日結構きついなと思ったけど、その後はね治ってしまったらこうケロッとしてたような、そんなイメージがあるので、多分ケンタも開幕には、間に合うんじゃないかなと思います。あとはね、コンディション的なもんがどうなのかなっていうのはありますけどね、それはもう僕たちはわからないから、本人がねどういう風にするのかなというところで、まあ心配も多少してますけれども、まあ大丈夫じゃないかなっていう楽観的な、考えもあります。まあ、皆さんもね、オープン戦のね最後の広島との3連戦ねいなかったので、まあ、心配されてる方も多いんじゃないかなと思いますけれども、きっとね、帰ってきてくれると思いますので、まあ、皆さんもそれを信じてね、これからも引き続き、応援していただいて、そして開幕戦ね楽しみにしてもらえればいいのかなというふうに思います。そんな中でね、今日のこの53回のラジオです。いつものね仏教の小話ねやりましょうかね。最近なんかやってなかった気もしますから、前回ね、グレタマさんからかな、いただいてたので、そちらについてねちょっとお話を簡単に話をしていこうと思います。精進っていう言葉ねついてお話をしましょう。まあ、今朝イメージ的には精進、まあ、仏教とね、組み合わせれば精進料理っていうのがありますよね。いわゆる、生物を使わない、お魚であったりお肉であったり、それ、まあ、野菜とかねそういうものが中心になって食べる精進料理ですね。ちょっと前にねすごく精進料理が流行りましたね。お寺に行ってねこう精進料理をいただくなんていうのが流行りましたしね。それにこうセットで、まあ、座禅をしたり、写経をしたりっていうねこういうようなコースというかね、そういうのもこうあったような時期もあります。まあ、今でも、ね、やってるところあると思うんですけど、ちょっとねそういうのが落ち着きましたね。結構お寺の方にも、精進料理とかこう食べれますかっていうね問い合わせがね急に増えた時期がありました。まあ、今はねそういうのもだいぶ落ち着きましたけれども、精進、いわゆるね簡単に言うと今はこう努力するっていうね、まあ、頑張りますみたいなことだと思うんですけど、それもいいんですけれども、いわゆる一つの道なんですね。その一つの道を、まあ、極めるために、努力する。ただ一つの道を極める、ね、これそう極めるってすごく難しくてね、いわゆる悟るともほぼ同じような言葉になってくるんですけれども、ゴールがないんですよ精進っていう言葉には。常に進む、いわゆる一生涯やり続けるっていう、それぐらいのこう重みがある言葉なんですよね。なので仏教を悟るというのもね非常に難しい、ね、悟った方はね人間では本当にもうブッダ、いわゆるお釈迦様だけ、ね、こう悟られたというふうに言われているぐらいなので、なので何事にもやはりこう極めるというのはすごく大事なことです。そのためには何が必要なのかというと、物事にね惑わされないこと、これもすごく大事。そしてやるべきことを必ずやる、それを毎日続ける、ね、なかなかできないですけどね、今の人間ね忙しいですから、情報社会で本当はね、ね、その日やらなきゃいけないことはその日にやるっていうふうに決めて、それを毎日続けることがいわゆる精進につながるというふうに言うんですけれども、なかなかね、あ、今日はできなかったな、もうきついなと、早く寝て早く起きてやろうとかね、そういうこと皆さんあると思います。本当はねそういうことをせずにしっかりその日にやることはやると、ね、それをやっぱり一生涯続けることで、精進が続き、そして悟りが開く、いわゆる極めることができるっていうような、ちょっと重たい意味があるんですよね、精進しますってね。まあ、今結構ねスポーツ選手とか相撲界とかでよくねありますよね、横綱さん の最初のねご挨拶でね精進しますってよく聞くと思うんですけれども、ちなみにこの精進っていうのはね仏教が来た言葉でもあるし、仏教でね六波羅蜜ってあるんですけれども、まあ、仏教をね修行する中で6つ大事なことがありますっていうのがあります。その中で、精進というのもね入っていきます。
まあそのあたりに出したらね、また別の時に話長くなるから、ロコラミスに対してはまた別の時にね、お話をしますけれども、まあその時ね、仏教の中でもそのすごく大事な6つの戒律の中の1つに精進というのが入っているんですよね。なので、この精進というのはまあ仏教の中からこう派生して、今我々がこう努力する、頑張りますよっていうような、まあ簡単なね、言葉として使われるということです。ちなみに、精進ってね、ある意味勇敢、まあ、勇者なんですよね。これすごく大事なこと、それぐらい、勇気を持って進まなきゃいけない、まあ、それぐらい覚悟がいるっていうぐらいの重たい言葉になるんでね、まあ今はねそんなに重たい言葉を持って使うことはないとは思うんですけど、もともとはねそれぐらいこう重たい、重たい意味で頑張るっていう、努力するっていう意味だったということを、まあ、覚えておいてください。まあ、グエザさんもね、まあ、簡単な説明になって申し訳ないんですけど、まあ、そういうことが、まあ、精進という言葉が仏教から来たという流れになっております。といったわけでね、53回のラジオを、ね、やっていこうと思うんですけれども、今回ね、村上勇さんを招いて、ラジオやっていくんですけれども、こちらも、2月の中旬にね、実は、撮ってるんですよね。なので話が相当古いですけどね、そうじゃないこう話の古さとかじゃ関係なくてこう楽しめるところもあると思うので、まあ、ぜひ皆さんね、ああそういうことあったなってことも話出てくると思うんですけれども、生温かい気持ちでねこれ見ていただきたいと思いますのでね、ぜひ、最後まで、まあ、聞いていただければね、幸いでございます。といったわけでね、第53回の、証券会ラジオスタートです。はい、といったわけで、今日はですね、前回、予告をしていた通り、村上勇さんにね来ていただいております。こんにちは、よろしくお願いします。あ、こんにちは、村上です。村上さんね、キャンプの方に行ってこられて、今日はそういうキャンプの話とか含めてね、いろいろと話を聞かせていただこうと思うんですけれども、ね、はい、今日はね、実はこの後歓迎の打ち上げということで、そうですね、歓迎に入った皆さんプラス、まあ、いろいろね、顔出してくれた方を、呼んで、まあ、みんなにね反省会含めて、まあ、いろいろね話をしていこうと思う。その前にねこのラジオを撮っておりますので、ちょっとね、話の内容的にはちょっとおそらく配信よりかなり遅れているので、ちょっとね今頃そんな話っていうこともあるかもしれませんけれども、まあ皆さんね、心を広く持ってね、最後まで聞いていただけると嬉しいかなというふうに思っておりますので、まあ、村上さん、まあ、引き続き、今日よろしくお願いします。お願いします。どうですかキャンプの方、まあ、僕は行ってませんけれども、行かれたみたいで、11日連休に行ったんですけど、あ、3連休とかですね。そうですね、入場者数が、32,800人、公式発表ですね、はい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 、まあすごい人だったですね。そうでしょうね、天気もすごく良かったんじゃないですか、ですね、テレビかなんかちょっと僕もフォックスで中継やってるんで、まあ、仕事をやりながらこう、ね、流してる感じで見てましたけどね、まあ、やはり、ね、年々お客さんも増えているような感じはしますけど、やっぱり実際行くとそうでしょうね、やっぱ日本一になったっていうね、これがやっぱ大きいんじゃないですかね。私も今まで毎年11日には行ってるんですけど、あ、そうですね、で今回がやっぱり最高人数じゃないかな、今までの私が行った中では。外野席の半分を開放してましたからね。あ、なるほどですね、もう入りきらんからですね。そうですね、それで、球場内に入れない人も外でもう結構いましたもんね。あ、そうですか。すごい。まあ、僕はその比較的基本的にはあんまり週末に行かないんで、大体やっぱ仕事の関係上平日に行くので、そこまで混んでるところに行ったことはないんですよね。ただまあ来週は村上さんも一緒ですけど ね24日ですか、24日また行きますけど ね行きますね、まあ、土曜日なのでね、どの程度の人の差なのかわからないんですけれども、まあ、とりあえず、はい、まあ、見れるだけ見て帰りたいなと思うんですけど、なんか健太はどうですか、なんか順調とは聞いてますけど、打撃がね、なんかスムーズにバットが出てて、はい、結構ホームランも打ってましたけどね、ヒット性の当たりが多かったですね。なんか王さんからも随分褒められてるみたいですね。なんかこう楽に打ってますね今。はいはい、まあ、今日ちょうどね17日ですけれども、はい、まあ、さっきメールが来てたんですよ、今日行ってる人から、はいはい、したらまあ今日ちゃんと紅白戦今日からなんか始まってるみたいで、で健太もなんか健太は最初にヒット打ったらしいですね、はいはい、でなんか盗塁までしてホームに帰ってきましたよっていうメールをね、いただいてましたけれども、
なんで私が11日に決めてるかっていうとですね、だいたい11とか12ぐらいからシート打撃が始まるんですよ。ああそうですね、うん、それまでは体力トレーニングでいろいろそういったのが中心でやるもんですからね。ああ、まあ見る方からすればやはりね、うん、そうですそうです、トレーニングよりはやっぱりある程度ね、そうですね、形を作ってこう打ったり投げたり、あと守ったりしてるのを見た方がやっぱりいいですもんね。そうですね、実践形式の方が面白いんでですね、まあ、そういうのが分かってるからやっぱ多いのかもしれないですね。それ始まってからその10日ぐらい経ってから、ね、最初なんか出先も良くなかったんですよね、ホークスキャンプ確か、うん、そうですそうです、出先はなんか例年より少なくなってるなっていう話聞きましたけど、まあ一応ね天気とかの問題もあると思うんですけれど、ガラガラだったみたいで、でなんかタレントの島田芳さん、はい、うん、彼もなんか初日に来てたみたいでね、うん、それでもなんかあんまり混雑しなかったっ ってラジオで言ってましたけど、ご本人が、ね、本人がですね、なんか工藤監督のなんか名刺をもらって喜んでましたけど、あの人は広島ファンですけどね。あ、そうなんですね。そうです、どうしてもそのイメージはもう佐賀のイメージですからね。そうですね、どうしてもまあもっと昔の人は別ですけどね、やっぱりこう最近だったらやっぱりもう佐賀のイメージとても強いと思うので、B&B の時にね、はい、結構あれやっぱ結局あれですか、まあ、ギャグのもみじまんじゅうするじゃないですか、もみじまんじゅう、まあ、広島だからやっぱそうですね、広島のファンなんですね。広島ファンみたいですね、はいはい、広島のキャンプに行かなかったんですかね。いや行ったみたいです、最初に行って、はい、その帰りにフォークスに寄ったみたいですね。広島のキャンプもね僕行ったことないんですけど、そんなに多くないっていうふうには聞きますけどね、まあ、球場もそんなに狭いですしね、はい、で遠いんですよ、もう日南に近い、日南に近いんですね、うん、そうですそうですそうです、遠いんですよ結構ね、生き目の森からやっぱ1時間はかかるんじゃないかな、はい、なんかまあ山本君も言ってましたね、キャンプに行くのが、ね、自転車で行くとか言ってましたね、みんな選手、あそうですそうです、ホテルから球場までね、はいはい、フォークスも選手とのこう距離が近いんですけど、はい、日南球場もね、相当近いんですよね。だから球場入りするときにはほとんどはホテルから自転車で来られるもんでね、あ、うん、まあ、ファンの方がやっぱりこう直接ねこう握手できるできるような感じなんですよね、うん、だから私も1回しか行ったことないんですけど、かなり本当選手と触れ合いができますね。あ、もう現状あれですもんね、ホークスがただ一番近いんじゃないですかね、多分キャンプ的に。あとは全部ちょっと行かないといけないですね、まあ、選手もですけど、そうですそうです、ちょっと行かないといけない、なかなかね、向こうまで行こうかっていうのはなかなかこう、はい、気持ちがね出ないところもあるし、なかなか、まあ、大分からでも3時間半ぐらいはかかりますから ですね、それを考えたらなかなかもっと遠くに行こうかなっていう気持ちにならなくてね、そうです。で、巨人のキャンプはまたこの10号線がもう大渋滞するんですよ。あ、多いらしい、まあ、まあ昔からね、巨人はもうずっとやってて、今はね後半は沖縄にするようになったので、なおさら多分前半にこう、ね、巨人の方はねすごく混むと思うんですけれど、そうなんですよ。まあでもね、やっぱりファンの方っていうのは本当ありがたいでしょうね、やっぱね選手にしてみたらね、うん、遠くからでもね、そうですね、前で来てくれるっていうのは ね、うん、ありがたいことだと思いますよ、うん、だから余計頑張ってほしいですよね、うん、まあ、なかなかね、村上さんもさっき言ってましたけど、やっぱ多いから写真とかもなかなかこう、そうです、思うようにね、まあ、撮れないっていうのも聞くし、中島さんあたりもね、中島さんも言ってましたけど、はい、なかなかなんか難しいようなことは書いてましたね、フェイスブックに、平日の方がね、写真とかは撮りやすいですわ。そうでしょうね、ですね、まあ、じゃあちょっとではそういったところでね、今日は村上さんにもメール来てますから、ちょっとメール読んでみようかなと思います。あ、そうですか、はいはい、ありがたいですね、はい、こんばんは、いつもラジオ楽しく聞かせてもらっています。私は野球経験者でもなければ野球の知識があるわけではありません。もともと私の父と兄弟が野球が大好きで、夜はテレビで巨人戦があると必ずそれがついていました。そのせいか小学生の時から強制的にそれを見ることになり、その頃は早く野球終われと思っていました。笑い、しかしテレビで野球がついていないと不自然でした。なんで野球見てないと？と尋ねると、今日は月曜日だから野球がないよと帰ってきました。なるほどなと。毎日野球を見ていたせいか、いつの間にか野球が好きになっていて、おまけにキャンプ地に徒歩で行けるところに住んでいるから自然と野球が好きになっていました。学校帰りにランドセルをからったまま、多分背負ったってことですよね。ですよね、うん、ままキャンプを見に行っていた頃が懐かしく感じます。それこそその時には、ムネリンや和田さん、荒垣
新垣渚さん、斉藤和美さんなど今考えるとあの時のメンバーはすごかったんだなと思います。あ、懐かしいですね。本当大栄の大栄ここホークスにこう切り替わる、ね、あの時期ですよ ね、 時期ですね。その時は人も本当に少なかったです。お兄さんと村上さんの会話を聞いてると本当にいろいろ勉強になります。野球の知識がすごい、特に村上さん聞いててそうなんだ、やっぱり野球って難しいんだなと思いました。野球は好きだけどそんな知識はないのでかなり勉強になります。ただ単に今宮健太が好き、私はまさにそんな感じです。気づきは応援始めて7年が経ちました。たまに昔の写真を見るとこの時は本当チャラいなって思ってたなと、この日こんなことがあったなとか、やっぱり写真って特別ですよね。今宮君に出会い私の人生は変わったと言ってもいいぐらい明るくなりました。カメラもデジカメから一眼レフになり、毎年撮り続けるとやっぱり顔つきや体つきが変わってきて、撮っても撮っても飽きない、むしろずっと撮り続けたい、そんな魅力が今宮君にはあります。これからも今宮健太を全力で応援したいと思います。ありがとうございました。長くなってすみませんと捉えていますね。名前言った方すみません、宮崎県のラスカルさんですね。女性の方です。なので宮崎あのいわゆる、IB スタジアムですかね、IB スタジアムから徒歩で行けるとこに住んでるんでしょうね。キャンプ地から歩いていって書いてるから、あの辺に住んでるからソラーも行き放題ですね。ですね。もう車で行かなくていいっていうのが ね、 いいですよね。駐車場ないですか、駐車場まあやっぱ当時はね少なかったって書いてます、ね、やっぱりね、こんだけ免罪というのはそんなに多くはなかったね。やっぱ最近になってからでしょうね、こう右肩上がりでね、増えてきて、さっきの村上さんの話じゃないですけれど、本当その3万2800人とか来るようなチームになったっていうのは本当なんだろう、ホークスのチーム作りがうまくいったんでしょうね。そうですね。全然引け取らないですからね、当時のメンツも今のメンツもですね。はあ、やっぱ野球、やっぱ村上さんのやっぱその野球のやっぱ話が勉強になるみたいですね。あ、まあ、私がねあの、はい、今ラジオでいろいろ言ってるのはね、小中学生に聞いてもらいたいので、まあ、具体的にあの、まあ、私の経験上の話をしてるだけでですね、まあ、いや、それがちょうどいいんじゃないですかね、野球経験者じゃない方が聞くと、ね、そうかもしれないですね。だからあの以前出ていただいた山田海斗君とかね、はい、ああいう人たちに聞いてもらいたいので話をしてるだけでね、まあ、そういうふうにあの撮っていただいたらありがたいです ね、 そうですね、もう話しがいがありますよ。こういうふうにね、やっぱりいろいろね、あの反応がやっぱあると、やっぱ話した方としてはね、すごくやっぱりこう話した甲斐があるという、はいはい、いう部分ではね、すごくやっぱり充実しますよね。ありがたいですね、本当に。まあまあ、やっぱ特に村上さんはね、やっぱり野球経験者な上にやはりすごくレベルの、ね、高いところでやってたので、まあ、本当僕らよりはもうはるかに野球のことは詳しいので、まあ、それこそ野球のルールに限らずですけどね、なんかこう野球に関してこう、まあ、なんていうかな、野球の技術とか野球のなんていうのかな、まあ、野球の、まあ、見方も含めてですけど、まあ、そういうところでね、何か聞いたことがあったらぜひ村上さん宛にね、あのメールいただければ、そうですね、あの今後のラジオもねやりやすくなりますのでね、はい、まあ、私の分かってる範囲で、はい、あの言いますんで、ぜひねラスカルさんもまたね、送っていただいて、そうですね、多分これだけ近くに住んでるのでおそらくキャンプ行かれてると思うんですよ ね、 ただ確かあのすごく体調不良で、はい、ラスカルさんね、あんま行けてないっていうメールをねいただきましたね。なんかインフルエンザかかったみたいで、あ、そうですか、はい、今流行ってますもんね、本当に、はい、おかげでだいぶ痩せましたって書いてましたけど、ね、あなんか子供たちもね、学年閉鎖とかね、そうですね、新聞に出てますね、すごい流行ってて、まあ、ピークは過ぎたのかな、分からないですけどね、ピークはね、地域はすごかったですからね、ああいうのも含めて、まあ、選手もね、まあ、チームでもやっぱ流行ったりすると大事ですから、そうですね、そうはならないようにね、あれ感染しますからね、そうそうそう、なるらしいのでね、そこは本当に気をつけてもらいたいなと思います。あんだけでも人来るからどうしようもないですけど ね、そうですね、マスクして練習できないですしね、なんか一回やってましたね、あのほら、あの鹿児島の火山が噴火して噴煙が飛んできて、マスクして野球やるみたいな時が 2,3 年前あったんですね。ちょうどあの時私行ってたんですよ。そしたらね、あのカメラにね、はい、カメラが何かしら真っ白くなるんですよ。おかしいなと思ったら家内がそれ噴煙じゃないのって言われてね、ここでこう、そうだこれ噴煙だって言ってね、あ、レンズがこう、レンズがね、あの白くなってました。はー、びっくりしました、あれここまで来るんだなと思ってね、ねえ、ちょっとなんかこう、独特な、景色やったのはすごく覚えてますね、あの時は。そうですね、しばらく続きましたからね。続きました、はいはい、まあ、そういうことも含めてね、まあ、いろいろありますわ、はい、引き続きちょっとメールがね、来てますんで読みながらやりましょう、
福岡県のね、くでたまさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。1月は、ご住職も官業のお忙しい時期にラジオ配信ありがとうございます。挑戦ではありませんが、桜の季節はブログを楽しみに拝見させていただき、昨年はドローン撮影を感動する美しさでした。生で拝見したいと強く思いましたので、今年こそはボタン桜祭りにお邪魔させていただきたいと思っているところですといただいています。まあ官業もね、毎日こうラジオもしましたし、そうですね、まあ、ブログも書きましたんで、まあ、結構皆さんにはね、結構周知していただいたんじゃないかなと思うんですけど、私もポスター貼りましたですね。村上さんの方もね、いろいろとしていただいて、また、まあ、4月になるとね、今度また桜の季節になりますんで、そうですね、はい、お祭りがねありますし、はいはい、毎年ね、村上さんの奥様にも泊まり込みで来ていただいて、はい、桜餅含めて、ね、あちらの、ね、売店の方でお仕事していただくんですけれども、はい、まあ、今年もね、はい、まあ、それまた引き続きありますので、まあ、ぜひ上田さんもね、来ていただきたいなと思います。そうですね、ぜひおいでください、はい、本当に、今年はちょっと夜をちょっと今やろうとしますので、夜桜もね、やりますので、ぜひ来ていただきたいなと思います。うちの家内はね、はい、うちの家内が手伝いに来ても何年もなるけども、はい、ちょうど健太君のお母さん一子さんがね、はい、やっぱ一緒にこうやってるんですけどね、まあ、まあその時に、はい、うちの家内が一子さんのカレーの作り方をね、あ、教わったらしくてね、はい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 、玉ねぎをたくさんこう煮詰めて作るカレーだっていうことでね、うん、それをやってくれる出したんですよ。もう 2,3 年ぐらい前からね、まあ、まかない的な感じで作ってるんですね。そう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 、はい、そういったらね、そのカレーが美味しくてね、もうだから最近家内が作るカレーはもうそれです。もう以前作ってたカレーよりも美味しいです。まあ、作るは大変でしょうね。作る方はね大変みたいです。だけど、比較的カレーってほらイメージ的にはこう作りやすいっていうか、ちょっとね炒めて水入れてルーターできるってイメージですけど、そうじゃないですもんね、あれはね。違いますもんね。だからやっぱり、まあ、一郎さんもね、大変だと思いますけどね。しかもその家族いっぱいいるわけじゃないから ね、まあ、ね、自分の初代だけのだけだから、やっぱりそれこそもう本当に、ね、玉ねぎを1時間か2時間ぐらい炒めるんですよね。そうですそうですそうです、もう色が変わるまで炒めてね。ですね、それから作るカレーなもんでね、以前私が作ってもらってたカレーよりは相当美味しいです。はい、まあ、前のカレーも美味しかったんですけどね、まあ、私違いますからね、もうカレーはカレーなんですけど、ちょっとこうジャンルが変わってくるので、そうそうですそうです、そうです、もう全然もう、まあ、その質感から多分全然違うと思う。まあ、なかなかね、皆さんの口に入ることはなかなかないんですけど、もう最近ね、もう毎回というほどこのカレーの話をしてるんですけどね、去年ね、夏祭りで、一心寺の夏祭りで振る舞いましたね。ああそうですね、社長が作って、ただあれも本当にもうすぐなくなってしまって、この前ゲストに来てくれた女の子2人も食べれなかったって言いましたね。やっぱ子供がいたから、子供に遠慮してたらなくなってたって言ってましたんで、ね、もう遠慮せずにね、どん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 取りに行ってもらいたいと思いますよ。ですね、私も販売しましたけど、あっという間にね、なくなってね。ですね、焼きそばとかもね、作ってもらいましたけども、そうそう、ね、すぐなくなってしまって。すぐなくなって。はい、まあ、思いのほか人が来てくれたのもあるんですけどね、夏祭りに関しては。まあ、まあ今年もまたそれもね、まあ、カレー作るかどうか分かんないですけど、まあ、なるべく作るようにはしたいと思うので、そうですね、カレー食べたいなっていう方は ね、ぜひ、ぜひおいでください。夏祭り一心に来ていただければ食べれるかもしれませんから、ぜひね、お願いします。お願いします。あとですね、まあ、私 と、村上さんに質問ですけれども、ご自身のリラックスタイムや方法があれば教えてください。いわゆるこう気持ちをこう落ち着けるような、なんかこう方法、まあ、村上さんが忙しい時にちょっとこう息抜き的なことでしょうね。そうですね、やっぱりね、一心寺に来ることなんですよ。あ、そうですか。それが一つあります。はいはい、ここに来るとね、何かしらね、落ち着くんですよ。あ、でもそれは結構皆さんいますね。本当気持ちが落ち着く、リフレッシュできる、もうなんていうかな、こう なんかね、こう切り離されているっていうね、世間からこう、まあ、まあ、そうですね、そういったこう、まあ、隔絶されているという言い方をしますけど、そうですね、仏教用語ではね、そういった感じを受けるんですよね。はい、で空気もなんていうかな、こう街中に住んでる時よりもなんかこう自然にこうね、接せるっていうかね、はい、なんかすごい落ち着くんですよね。だから時々ね、はい、じゃまさに今はもうリラックスタイムですね。そうです、そうです、はい、それがまず一つですね。はいはい、それとも野球観戦ですね。そうですね、もうこれからそうですね、仕事を忘れてね、はい、野球観戦に。だから、去年がね、ヤフオクドームが20試合ぐらい行ったんかな。
そうですね、だから、まあ、ツアーもね確か全部入れてですけど、はい、うん、ツアーの時もねあれ知るんですけどね、これ、夫婦で行ったり、まあ、一人で行ったりね、いろいろやってて、やっぱ観戦することで応援するっていうのがねやっぱ息抜きになります。以前はね、はい、ゴルフとかねそういうのでこう友達とゴルフ行って出世してたんですけどね、まあ、あの事故以来ちょっとね首の方が、そうですね、あんまり、首と腰がねちょっとあれなんで、今はもうゴルフはやめてるんですけどね、そういうのあったんですけど、やっぱ野球観戦とやっぱこのお寺に来ることですね。なるほどですね。そうですね、まあ、僕の場合は逆ですかね。お寺にいない時の方がリラックスしますかね。まあそうですね、仕事現場ですからね、まあ、仕事というわけじゃないんですけどね、やっぱなんだろう、いつ誰が来てもおかしくないような雰囲気でいるんでリラックスできないですよね。まあそこがね、気は抜けないところがあるので、そこがね仕事と一緒ですもんね。そこがねやっぱりその空気とかいいし、やっぱその住む分にはすごくいいところなんですけど、ただやっぱりその、ね、仕事というふうに捉えてしまうとやっぱ気が抜けないところがあるので、そういう意味ではリラックスではなかったりはするんですよね。まあ、こういう時はいいですけど、だから僕逆にやっぱり外に出ることですかね、ちょっとたまに、何も目的なくても構わないんで、ちょっと外に出てねやるとか、まあ年が年なんでまだね、そう温泉に入ってという年でもないんですけれども、ただ最近なんかそういうの増えましたね、はい、ちょっとなんか一人で風呂入り行こうかなとか、まあいろいろありますけどね、まあ、そしててんちゃんもいるしね、そうですね、まあ、娘もいるので、まあ、これから娘がね、野球を始めようかなって言ってますからそうなるとまた今度ね送り迎えとかが始まりますから、ね、まあ小学校自体も送り迎えなんですけれど、まあ、どうなるか分かりませんけれどね、ここで本堂で、はい、あのケンタおじさんとねキャッチボールしてるもんね、てんちゃんですね、ケンタが来たらねキャッチボールと なんかトスバッティングとかやってますけどね、トスバッティングとかねやってる、結構本気で打ったりしてるからね、まあ、ケンタに負けないように頑張ってもらいたいですねそうです ね、まあ、そういったことがね、まあ、我々のまあリラックスタイムになっているというところですね。はい、グレタさんありがとうございます、はい、ありがとうございます。おいだラーメン18番にぜひお越しください。お待ちしております。メール始めました。はい、メール始めましたのコーナーです。今日もね、たくさんメールいただいていますので、紹介をねしていきたいと思うんですけれども、その前に、今ね、まあ、こっそりと、3月のね、ケンタクイズも始まっておりまして、もう最後ですよね今月、最後になるんですけれども、今のところおそらく二十数件、お答えいただいてるんですが、やっぱり5択ですよね、健太くんも言った産婦人科の、お名前はどれでしょうかということで 1,2,3,4 の中から、1つ選んでくださいという体で、今やってるんですけれども、まさかですね、正解者がいないです。まあ多少タイムラグがあって、あの正解を打った方もいるかもしれませんけど、今この26日現在では僕が確認した中では1人もいないです。ですので、もうセカンドチャンスですね、もう一度、もし、ね、このラジオを聞いていれば次のラジオまでに、送ってください。今のところね全員、間違いということでね、残り4つその中から1つね選んで、再度送っていただければなというふうに思っております。といったわけでね、ちょっと予想外な、出来事がね起こっていますけれども、ラジオを、またメールをね読んでいきたいと思います。よろしくお願いします。それではね、早速の初めてね、メールいただいている方が来てますのでね、こちら読んでいきたいと思います。チケミヤさんですね、10代男性の方、若いですね、ありがとうございます。山梨県ということでね、また初めての、地区というかねところからのメールでございます。それではね読んでいきましょう。はじめまして、山梨から今宮選手を応援している大学生です。今宮選手のファンになったのは2009年の夏の甲子園です。当時小学生だった僕は投打にわたる活躍をしていた今宮選手に一目惚れしました。それからずっと今宮選手を応援しています。当時今宮選手は小さな巨人や九州の怪童と呼ばれていたので、僕も練習の帽子に関東の怪童と書き込み、いつかそういう風に言われる選手になりたいと思いながら練習をしていました。2009年の選抜大会で
花巻東に敗れてから下半身をみっちり鍛えたと言っていたので、僕も今宮選手のような下半身を手に入れたいと思い、お風呂で顔を洗う時なども座らずに重心を下げた姿勢をキープしながら洗っていたことなどありました、笑いと、高校では今宮選手の応援タオルを使い甲子園という舞台に一度立つことができ、甲子園でも今宮選手の応援タオルを使わせていただきました。今宮選手の応援かっこ球場は中2の時の一度しか行ったことがありませんが、大学生にもなり高校野球をしていた時ほど忙しくないので、これからは球場にできる限り足を運びます。文章がまとまっていない上にこんなに長く書いてしまい申し訳ありません。これからも今宮選手を応援しています、ということでね、チケミヤさんからいただいています。ありがとうございます。非常にね、気持ちのこもった、清々しいね、メールだと思いますね。やっぱ10代らしいですね。本当にね、もうこういう小学生がね、もう今や大学生となると、まあ健太もそうですけど、もうやっぱ時の流れを感じるなと思います。まあ、本当にね、でも甲子園に行ったと書いてますからね、まあ、すごいですよね。まあ、山梨ですけど今ね大学生だから、もちろんもしかしたら出身はね山梨じゃないのかもしれないですけどね。まあでも今大学生なのでおそらくね、こう3年のどこかで甲子園に行ってると思うんでね、もしかしたら僕もね見てるかもしれませんから、そういう舞台でねやってるところ、まあ、やっぱ羨ましいですよね。これに関してはもう健太ももちろん言ってますけど、やっぱ僕もね高校球児だったので、やはりこの甲子園、まあプロっていうのはなんか憧れなので、なんかもうあんまり羨ましいとか思わないんですよ。すごいなって思うんだけど、やっぱ甲子園ってやっぱ羨ましいなって思っちゃいますよね。これやっぱ高校球児の方だったらみんなわかると思います。でも本当にね、まあそういう健太をこう見て、で健太を目標としてこう頑張ってくれた子が、またこうやって違う形でね、まあ僕やこのねラジオを聞いてる皆さんと縁をいただいて、こういうねメールを読ませてもらってるっていうのは本当に僕も嬉しいです。まだね大学生なので、まだこれからね大学生の方で野球をねやってるのか、これには書いていないから分かりませんけど、ぜひね、そちらでもね、野球頑張ってほしいなと個人的にはね思います。まあ、ありましたね、本当小さな巨人とかね、九州の怪盗とか、あの年はね多かったんですよね。2009年は結構選手にね、終わりのプリンス、まあ、いわゆる堂林君とかね、伊予ゴジラとか、秋山君ですよね、今阪神の。まあいろいろね、琉球トルネードとか島袋とか、なんか本当にね、こういろいろ選手にね、こう異名をつけてて、まあ多分いろいろあったんでしょうね、バッシングみたいなのが。あんまりこうね、特定の選手にこう当ててこうするの良くないみたいなのがあったのかな。最近あんまりネット甲子園そんなに聞かないですもんね。そういうことはやらなくなりましたけどね。でもそういう意味でもすごくこう、なんかな、こういうのがあると、なんか何年経ってもなんか覚えてますよね。まあ僕は個人的にはこう嫌いじゃなかったですけどね、こういうの。はい。まあまあ、しけみやさんね、まだちょっと続きがありますから読んでいきましょう。お悩み相談室、まあお悩みじゃないんでしょうけどね、ちょっと質問が来てます。どうしても今宮選手のサインが欲しいです。球場へはなかなか行けません。一番もらえそうなところはホークスの選手がメットライフドームで試合をする時の宿舎である立川のホテルだと聞きました。そこで出待ちをしたいです。今宮選手は出待ちファンをどう思いますか。もちろん選手、ホテル、周りの方には迷惑をかけないようにします。ですがそもそも出待ちされること自体迷惑でしたらいきませんが、少しでも近くで今宮選手の姿を見たいですとね、すごく気持ちの入ったメールなんですけれども、わかんないですよね。遠征先のホテルってあんまり僕も行ったことがないですから、どういう感じなのかは知らないんですけれども、ただそのヤフオクドームであったりとか、キャンプであったりとか、まあ、ああいう時はね、出待ちとか入り待ちっていうのには割と健太は答えてるようなイメージはあります。まあ、講演会もそうですけども、やっぱりいろんな方から話聞きますけど、やっぱりそういう対応はね、選手の中ではいい方ですよっていう風に皆さん、まあいろんな事情があってね、必ずしもその出待ち入り待ちでこう車を止めたりとか足を止めてね、何かをサイン書いたりとかっていうわけではないとは思うんですけれども、まあどうなんですかね。まあでもやっぱね、もらえそうなところっていうことなのでね、もらえるのかな。まあ山梨ですからね、どうしても関東に限られてくるんで、まあやっぱり埼玉とか千葉になるのかなとは思うんですけどね。ただまあ健太に関しては出待ちファンに対しては悪いイメージじゃないと思います。うん、特にこういう姿勢だったらね、以前お話ししましたけれども、本当にサインとかもらうときってやっぱりお互いのね、意思の尊重がやっぱりこう交わって初めてもらえると思うんでね、もうどちらかがそのもらって当たり前とかね、書いて当たり前、書いてもらって当たり前とかね、なんか応援してもらった当たり前みたいなことがあると、やっぱりどっかでやっぱりかけ違いでね、トラブルになったりしますので。ただまあやっぱり
サインってなかなかね、もらいづらいと思います。もうキャンプなんかそうですよね。行った方はみんなわかると思うんですけど、本当にもう最終的には誰のサインでもいいやっていう感じの方になりますからね、本当に。まあ、でもやっぱりしけみやさんもね、トライはしてもらいたいなと思います。はい、またこれでね、ラジオ聞いてますって言ったらいいんですよ。そしたら足止まるかもしれませんよ。証券会ラジオ聞いてますって言うとね、他のファンとは違いますからね。あんまり他のファンでこの証券会ラジオ聞いてますなんていう方もいないと思うんでね。いつも野球見てますとかね、そういう声かけする方はいるかもしれませんけど、やっぱりね、一にはやっぱりこう変わった言葉をねかけること、やっぱ証券会ラジオ聞いてますって言われたら、やっぱあいつもピンときますからね、さすがに。だからしけみやさんもね、僕からお勧めできるとすれば、今の形ですね。上村選手、僕証券会ラジオ聞いてますっていうふうに言うと、足を止める可能性が僕は高いと思います。もしくはしけみや君を見てくれることがねかなり高いんじゃないかなと思うんで、もし出待ちをするときはね、この手を使ってみてくださいね、しけみやさん。またたくさんねメールいただいてますけどね、ぼちぼち読んでいきますね。ちょっと他の方のメールもありますので、ただね、これからもどんどんメール送ってください。チケメさん、ありがとうございました。それではね、次のメール読ませていただきたいと思います。さっちゃんさんですね、福岡県の女性の方です。ありがとうございます。こんばんは。52回ラジオでは3人が今宮選手の話、算数が苦手なところなど面白く聞かせてもらいました。やっと昨日さよなら勝ちしましたね。手を叩いて喜びました。ホークスの選手も活躍するものの、最後には負けて8連敗。すごく心配していました。今からが本番ですよね。開幕戦、2日間応援に行ってきます。住職さんはお祭りの準備で忙しいでしょうから、その分も応援してきますね、といただいています。そうですね、僕は忙しいですね。開幕戦1回しか行ったことないです。2012年かなんかに一度、開幕戦ね、行かせてもらったのが最初で最後だと思いますね。やはりね、これ、もう桜祭りがね、やっぱ皆さんご存知の通り、こう、年々早くなってるんですよね、お桜とか。やはりその地球温暖化っていうのもあるので、昔はうちの桜でもゴールデンウィークこの辺ぐらいまで桜が結構あることが頻繁だったらしいんですけどね、今はもう絶対ないですからね。一つ昔ね、入学式のシーズンに桜がなんて言いますけど、今ないですよね。入学式下手したらもう卒業式の時に桜咲いちゃうぐらいのね、そういったもう気候の変動がありますんでね、まあそういうことがねない限り、僕はなかなか開幕戦に行くことはできないかなというふうに思っております。サッチャさん、僕の分までぜひ応援してきてもらいたいなと思います。あとね、質問が来てます。聞きたいことではないですが、桜を見に行って帰りに18番ラーメンでも食べて帰りたいと思います。山口選手、今年は1番で頑張ってもらいたいです。先頭ホームラン素敵でしたね、ということでね、山口選手から打ったホームランのことだと思います。ぜひね、うちの桜を見に来た後に、18番ラーメンにぜひ行ってみてください。水曜日はね休みですので、あと土日は夜やってませんから、もし桜を、朝一番で桜を見て、もう昼にこうラーメン食いに行けば間に合うと思うんですけどね。そしたら2時半で、18番さんは確かオーダーストップなので、なのでもしね、さーちゃんさんも、もし行かれる場合はその辺気をつけて行かれてください。だいたいお寺から18番ラーメンまでだいたい40分から50分ぐらい見てもらった方がいいんでね。高速だったらもっと早く行けるかもしれませんけど、それぐらいの距離感がありますのでね、すぐ近くにあるっていうことじゃないので、ぜひまたお寺に来た時にね、聞いてください。僕いますから、ほとんどの可能性で僕お寺にいますので、もうさてその名前を覚えてますから、そういう風に言ってもらったらすぐ分かりますので、僕に声かけてね、じわじわラーメンさん今日空いてますかねとかね、全然聞いてくださいね。まさちゃんさん、ぜひ、お待ちしてますので、お越しください。ありがとうございます。はい、次ですね。ニッシーさんですね、女性の方です。福岡県です。ありがとうございます。今年のね、ホークスには、無理せず、怪我なく、故障なく、シーズンを戦ってほしいですと。それが一番の望みですということでね。まさにね、今本当に故障者が多くて、オープン戦もね、どうなんだっていうのもありましたしね。ケンタもなんか、陰性腸炎とかになってますからね。今現在まだ開幕してませんから、わかんないですけど、子供からね、うつってちょっと苦しいっていう話は聞いてますから。ただね、なんとか間に合うんじゃないかなっていうふうには、聞いてます。はい。だと僕にもね、メッセージ来てますね。お兄様、こんにちは。5月の応援ツアーに参加できなくて本当に残念です。皆様にお会いするのを楽しみにしていました。応援ボードやグッズなども本当に欲しかったですと。でもシーズン多分数十回はドームに行くと思いますので、昨年のツアーで購入した証券会タオルを掲げて応援アピールをしたいと思います。そして秋のツアーに絶対に参加したいと思います。予定が入らないのを祈るだけです。これから大変忙しい時期になると思いますが、体調を崩されないよう、無理されないようにされてくださいと。西井さん、ありがとうございますね。5月はちょっとツアー来れないということではありますけれども、また9月9日もね、ツアーの方ありますので、この時もね、
同様の応援グッズなどもね皆さんお配りしますから、まあ、もしねこの機会というかねご都合が合えばぜひ来ていただきたいなというふうに思います。はい、まあ、西さんもね、本当にもうお寺にもね以前来ていただきましたから本当にお顔も覚えていますのでまたぜひねツアーの方に機会があればその9月でもねぜひ会ってご挨拶させてもらいたいなというふうに思います。西さんありがとうございます。はい、じゃあ次行きましょう。コスケさんですね、福岡県女性の方です。ありがとうございます。下松翔くんの歌詞、今宮選手から鳥越さんへ、下松くんは家族や地元を思って作ったにもかかわらずこんなにも今宮選手と歌詞がマッチするなんて鳥肌が立ちました。すごいですねと。歌声も優しく甘いので寝る前にも最適だと思いましたと。第50回のラジオだったかな、あのね、あ、51回だったか忘れましたけど、まあ、翔くんのね、希望に乗せてね僕が年末に作った、健太と鳥越さんのね、PV の方をちょっと皆さん見てもらいましたけどね、まあまあ我ながら本当にねよくできたと思います。時間なかったんですけどね、まあ、すごく簡単な編集をしてるんですけれども、まあ本当の歌詞歌の力と絵の力でね、まあ、僕のその腕に関係なくいいものができたなというふうに思いますのでね、まあ、見てない方はぜひまた見てみてください。はい、また来てますよ。私も数学が一番苦手で嫌いでした。柳田選手の背番号が書かれた答案用紙が返ってきたこともありますと。かっこ書き、今の背番号でしょうね、前の背番号じゃなくて。買い物で 20% オフと書かれたものもいくら値引きされるのかもわからないです。野球のアベレージ3割5分2厘とかよくわからないのでよければ教えてくださいということですね。まあまあ、算数だったり数学だったりね、まあ、苦手な人も、まあ、僕は比較的今、まあ、嫌いじゃない方でしたけどね、数学は、まあ、そうじゃないんですけど、やっぱ野球のアベレージ、まあ、いわゆるね、まあ、10割っていうのがマックスですよね。1打数1安打で10割、3割5分2厘、まあ、超簡単に言ったら、まあ、1000打数352安打ですよね。だからまあ 1000回打席に立った場合、352本ヒットを打てるということです。まあ、打ったということですよね。なのでそういうふうに考えると分かりやすいと思います。3割の場合は、1000打席中の300安打、まあ、2割5分の場合は1000打席中の250安打、まあ、これにね、フォアボールとか、犠牲フライとか、バントというのは打席にねこの1000の中に入ってこないという、純粋に打った場合ですね、打った場合どの程度、その1000回打った場合どの程度ヒットを打ったのかというのが、まあ、大体打率というふうに言われるものです。まあ、こういうふうに言うと一番分かりやすいとは思うんですけどね、まあ、そういうふうに考えてみてください、ね。打率、3割5分という場合は、あ、350本ぐらいヒット打てるんだこの人はというふうに思ってください。1000回打った場合ね、まあ、ちょっと分かりづらいかもしれませんけど、まあ、そういうふうに僕は考えています。はい、あとね、52回ですかの時にね、無茶振りコーナーがあるんですよね。まあ、ゲストに聞けみたいなコーナーがあるんですけど、あれについてね、コウスケさんもいただいている。私はお笑い、バラエティが大好きなので無茶振りコーナーを忘れていませんよと笑い、第52回で無茶振りがなかったのは残念ですが送っていますのでいつか答えてくださいねというふうにね、いただいて、コウスケさんからねいただいてるんです、無茶振りのコーナーをね。でそれをまだなかなかまだ読めてないっていうところがあるんですよね。まあ、最近なかなかね、まあ、50回であったり、まあ、51回も一、ね、僕一人であって、で52回は荒金淳二君だったので、まあ、初めての方なのでなかなかできなくて、でこの53回はね、この村上さんですね、ちょっと無茶ぶりじゃないですけどね、これ小助さんの、リクエストにね村上さんが答えているところになりますのでね、まあ、これをちょっと今回は楽しみにしてもらいたいと思います。まあ、ぜひね時間というかね、まあ、桜祭りが終わってちょっと余裕ができたら無茶振りコーナーを復活ね、まあ、編集の問題なんですけどね、編集なかなかできないのでその問題でできてないっていうのがまあ正直なところです。まあ、そこもぜひやっていきますのでね、忘れてません。僕もやっぱあれは自分で考えた企画ですからね、やっていきたいなと思いますのでぜひ楽しみにしてもらいたいなと思います。あと坂本さんにね、西田さん、西安と のコンビ名をねいただいています。これまた坂本さんが来た時に読もうと思いますのでね、コウスケさん、それまでちょっと待っててください。ありがとうございます。それではね、引き続きまだまだメールをね読んでいきましょうかね。はい、あちさん、熊本県のね女性の方です。いつもありがとうございます。いつも楽しく拝聴しています。記念すべき50回の思考かっこはてな放送にびっくりしました。特別ゲストになられて改めて感じられたこと何かありますかと。
ただいていますけど、まあ、僕がね50回目はラジオの、ゲストとして出るというね、形を取りました。まあ、でも本当にゲストとして出ましたけど、あの2人が上手なんでね、あの安定の長野さんとマッチョ坂本さん、あの2人の掛け合いが見事なので、まあ、僕はあんまりあの司会しなくていいっていうことでね、気楽にね臨めました。まあ、そういう意味ではね、あまりこう普段自分がこう聞く方なので、いつも逆にこう聞かれる方なのでね、やっぱやりやすかったですね。まあ、特にこう気が合う、もう本当に小中幼稚園からのね付き合いの松坂本さんだったり、まあ、ずっとね長野さんも長いお付き合いをしているので、非常にねこう楽しくできました。またね機会があったら僕もゲストとしてね、出たいなというふうに今、まあ、聞いてる方はまあ分かんないと思うんですけどね、ゲストも何もね僕は喋ってるだけなので、でもまあそういうのもまたあのすごくあのいい僕のなんかなんか気分転換になったなというふうには思っています。あとですね、出てますけど2月の宮崎キャンプもあっという間に終わりました。今年もなんとか宮崎に2回行くことができ、1度目は今宮選手と中村選手の特打が見れて、2度目は今宮選手と本田選手の特殊が見れて元気をたくさんもらうことができました。そして3月3日から WBC とオープン戦が始まりました。今宮選手 WBC での活躍おめでとうございます。ホームでのリプレイ検証にドキドキ、どうか開幕まで怪我などされませんように、2018年シーズンのさらなる活躍を祈願いたしますといただいています。まあ、WBC というか日本代表戦ですね。まあ、でもね、あそこでも活躍できましたし、まあ、そういうことでね、また2020年のオリンピックで選ばれるかどうかというところでね、すごく大きなアピールになったんじゃないかなと思います。まあ、怪我はしてませんけどね、ちょっとウイルス性腸炎で今ちょっと姿を見ませんけれども、まあまあ元気になっては帰ってくると思いますので、まあこのあたりはね、僕はあんまり心配せずにね、今のところ楽観しております。はい、まあ、大丈夫じゃないですかね。ね、まあちさんもそういう気持ちでこう見てください。あんまりこう考えすぎずにね。はい、ありがとうございました。まだねメール読みましょうかね。はい、ゆきにゃんさんですね。福岡県女性の方です。ありがとうございます。50回放送おめでとうございます。いつも楽しい放送、出演者の皆さんありがとうございます。リスナーの方の写真も嬉しいです。ありがとうございますと、ね、リスナーの方にもお礼を言われている素晴らしいですね。以前は何かをしながら聞いていましたし、記憶力もめっきり落ちてきて、まあもともと物覚えは良くないんですが、かっこ笑い、猫の名前が名前以前出ていたと聞いても全くわからなかったです。あはあはと。私は一応福岡県在住ですが、住所の説明をすると大分県と言われる日東線沿いに住んでいます。方言の話ですが、ラジオの放送を聞いているとほぼ日常会話、普通に違和感なく聞けます。しねーっとしちょる、めんどしいの、かっこ恥ずかしいは使ってましたよ。日常会話は喧嘩かと思われるような言葉が普通にあるし、イントネーションも違うみたいで、言葉の最初が強調されるタイプで、カレーもですが、スズメ、ウサギとかも昔働いていた時はなるべく標準語に近い丁寧な言葉遣いを心がけていました。各都道府県の方があちこちにいるような、みんなが上司のような職場でしたので、なおさらでした、かっこ笑い。さて2018年始まりますね。ちょこちょこ怪我人が出ているので心配です。今年も今見の活躍する姿を楽しみにしています。怪我なく活躍してほしいですね。オープン戦はいけないですけれども、開幕戦はドームに行きます。一心寺にも桜を見に行きたいです、というふうにいただいています。ゆきにゃんさん、ありがとうございます。まあ本当にね、まあ住所は言えませんけれども、まあ、僕も非常にね、よく行くというかね、よく通るし、結構お寺関係でも結構ねこちらから来てくれる方が多いもんですから、多分ねそういうまあ日本語じゃなくて大分弁ですかに近いというのもすごく分かります。うん、まあ、ちょっとね本当に強いですからね、大分弁ってね、どちらかといえばね、まあ、言い方、まあ、聞き取り方次第ではね、本当喧嘩してるような感じもありますしね。まあカレー、まあね50回聞いてる方は知ってると思うんですけどね、まあ大分カレーって言うんですよね、カレーなんですけど、まあそういうことでね、スズメウサギとかね、なんか難しいようで簡単なねイントネーションの違いというのも結構露骨に出てきます。まあそういうのもね含めて、やっぱ特にこのラジオっていうのはね、よくも悪くも全国で聞けますから、そういう意味でね、いろんな方のこう意見がね聞けるというのは本当に楽しみですよね。まあ、また皆さんの中でね、大分弁についてこうね、やっぱ大分弁ってやっぱ使ってる我々では分からないのでね、まあ皆さんからこう聞いた大分弁とか、ね、皆さんから見た大分弁なんていうのをまたぜひ送っていただきたいなと思いますんでね。まあ今のところね、怪我人の話もやっぱ出てますけど、池田さんから、まあ、怪我はしてませんけどね、健太はもうくどいようですけど、まあウイルス性腸炎ということでね、僕もやっぱかかりましたから、ウイルス性腸炎ちょっと前に、
まあ、ちょっとねしばらくきついなと思ったけど、まあ、回復もその分早かったですからね、まあ、心配いらないのかななんて思ってますけど、まあ、あの皆さんね本当にあまりこう心配せずに、ね、聞いていただきたいなというふうに思っておりますというところでございます。ですね、ではどうしましょう。時間もね結構押し迫ってきましたね。では最後にね1件だけ、メールを読んで、終わりにしたいかなと思います。プリンセイトさんですね、東京都の男性の方です。ありがとうございます。住職様こんにちは。いよいよラジオも50回ですか。私が初めて目にしたのは30回くらいからですが、やはりすごいペースですね。体調不良とのことで大変心配しております。まあ、これがあのウイルス性腸炎の時ですね。体調不良と書いてるんですけど、これがそうです。楽しみにしているこのラジオも住職がお元気でこそ成り立つものだと思いますので、どうか無理のないよう範囲でコツコツやってくださいね。また今宮選手の肘も最初の一報で本当にびっくりして胸が詰まるような思いでした。どうか軽症であってほしい。そう思ってネットで情報を検索していたところ、 49.5 回のラジオでも軽症であると聞き少し安心しました。全てが競争の世界ですから難しいところですが、なんとか無事に乗り切ってほしいです。とにかく私たちは祈るしかありません。頑張れ今宮ということでね、日本代表の前のぐらいの、メール、ね、いただいたものなんですけれども、まあ、本当に肘の方はねあんまり問題ないようなので、まあ、よかったですけどね。まあ、本当この時の体調不良というのは、まあ僕のウイルス性腸炎の時の全く健太と同じ症状ですね。なのでね、まあ、治るのも早いと思いますので、もう治ってるかもしれませんけどね、まあ、またその辺僕の方から話を聞けたらね、何かの時に皆さんにもね説明したいなというふうに思います。最後に私に質問が来てます。私は今の家業を継いで20年近く経ちます。その前はサラリーマンでした。父親が事業のことで悩んでいるのを見て、そろそろサポートしてやらにゃなと決断したのが28歳の時でした。住職さんも以前は違う仕事をされていた中で、どのような経緯で住職を継ぐという決意にたどり着いたのかお聞かせいただきたいです、ということでね、全く一つ、僕も28歳の時に、このお寺を、継ぐことになりました。なんていうのかな、僕の場合は父じゃなくて祖母でしたけどね、もう90近い祖母がずっとお寺を守っていたので、まあ、その中でやはりね、まあ、誰かがねお寺を継がなきゃいけないというところで、まあ、僕がお寺を継ぐということになりましたけども、当時はね僕自衛隊の方にいましたので、自衛隊を退官して、まあ、こちらに来たということですけれども、まあでもやっぱやりがいというところもありますけどね。やっぱ自衛隊っていうのもやっぱり非常にやっぱ地域密着してて、皆さんのためにねこう仕事をするっていうのがイメージあると思うし、僕もそういうやっぱイメージだし、そういう仕事をねさせていただきました。まあそんな中でね、多少毛色は違いますけれども、同じようにね、まあ、人のためにできる仕事だと思うし、まあお寺ってなんかどっちかというかね、ちょっと皆さんからすればちょっとこう生臭坊主みたいなね、ちょっとやっぱり悪いイメージもあるんじゃないかなと思うんですけどね。まあもちろんね修行だけしてるっていうことはないんですけれども、まあ、でもやっぱり、まあ、あくまで僕はそういうふうなことは してないつもりですけどね、まあ、ある程度やっぱりみんな、ただやっぱそのお寺だけをこうなんていうのかな、もう視野の狭いお寺にはしたくないと思っているので、やっぱりこう視野を広く持って、まあ、周りの方ともやっぱ仲良く楽しくやりたいですし、なんていうかな、なんかお寺の人ってい う, こう敷居の高さはやっぱりあんまり持ちたくないので、ある程度のそのね、まあ、お寺と、ね、一般の方、そして、まあ、一人の人間としてね、お付き合いする中で、ある程度のそのやっぱり距離感というのは必要だと思うんですけれども、まあそうじゃないところではね、あまりそういう硬さは取り払って、同じ人としてね、こうお付き合いしていきたいなというふうに思っています。まあ本当にね、いろんなことがありましたけれども、まあでもお寺を支えてくれる方がたくさんおられて、で、その方々に、私も助けていただいたりとか、していく中でね、なんとか今もやっているというところです。本当に本当にまだ僕はね若輩者で、おんぶに抱っこなところも多分あると思うんですよ。自分で分かってなくてもね、自分で分かってないところでいろんなことを支えてくれてるんだと思ってます。普段からやっぱりね、自分がやってるとかね、自分だけがやってるね、自分が一生懸命じゃなくて、そうじゃなくて他の方がね、本当見えないところで一生懸命こう支えてくれてるから今自分があるんだなっていうふうなことを普段からずっと考えてます。なのでね、僕はまあ、普段からそうですけどね、すごく多分皆さんからすれば本当腰の低い、お坊さんだなというふうに思うと思いますよ。横柄な態度はまず取ることはないですね。相手が横柄じゃない限り、まあ、相手がねなんかすごくこうあんまりにもひどいこと言ってくれば、僕もねちょっと半村美教授じゃないけどもバッとね言い返すし、厳しく言い方しますけどね。でも基本的には僕は本当に
こういう感じです。本当ラジオのこういう感じの住職さんなので、まあ、非常にね、まあ、皆さんからも あんまり怖がられてないんじゃないかななんて思ってますけどね。まあでも本当に僕もね、継ぐという決意に関しては、まあ、僕は結構比較的早かったですけどね。ただ周りがやっぱりなかなかね、分かると思うんですけどね、やめるとなるとなかなか皆さんからもね、もったいない、まあ公務員ですからね、もったいないっていうのもあるし、いろんなね、よし悪しなことありましたけど、まあなんとかなんとかやってますので、まあ、プリンセスさんもね、まあ、年齢こそ僕と違いますけれども、まあね、家業を継いだ時期なんていうのもね、僕と被るところありますし、まあ、以前ね、お寺の話も若干聞かせていただきましたから、まあ、これからも末永くね、このラジオと含めてね、お付き合いさせてもらいたいなと、もしいつかね、お会いできるのを、楽しみにしています、プリンセスさん。その時にね、ゆっくりお話ね、できればいいなというふうに思っておりますので、これからもよろしくお願いします。といったわけでね、メール始めましたのコーナーをこの辺で切り上げたいと思いますので、またぜひ次回、いろいろとまたメール読ませていただきたいと思います。それではね、本編の方に戻っていきたいと思います。それではどうぞ。12月20日リリースとなります下松翔のニューシングル希望、ふるさと、島や両親に対する感謝の思いをお伝えしております。ぜひ聴いてみてください。お願いします。希望。はい、といったわけでね、ここからは、ゲストにね、いろいろと教えていただく、教えて、村上先生のコーナーになります。今日はね、村上さんからどんなお話が聞けるのか、楽しみですね。では今日村上さん、じゃあなんか好きなことを喋っていただいて。そうですね、私が、まあ、不動産会社やってるんですが。あ、そうですね、そうですね、まあ、大分県宅地建物取引業協会というところでですね、はい、38歳の時に理事に就任しまして、それから6期12年間役員を務めたんですけど、ね、うんうん、ちょっと、まあ、脳梗塞を起こして、うん、で、まあ、それからもう役員を退任したんですけど、うん、まあ、その中で、公金委員長とかですね、それから苦情処理委員会の委員を、4年ぐらいしたんですけどね、はいはい、でその中で、大分県内800社あるんですけどね。不動産会社か。そうです、不動産会社が800社、はい、宅建協会に属している会社がですね、はい、であと全日本不動産協会っていうのがまた別にあるんですけどね、うんうん、まあ、そこはまあ大体宅建協会よりも1割ぐらい の会社数なんですけどね。うん、うん、実はまあ大分県宅地建物取引業協会っていうのが毎週火曜日と金曜日ですね、はい、10時から3時まで、いろんな、問題解決相談をですね、受け付けてるってるんですね。不動産のトラブルですか。そうです、不動産トラブルに関してですね、はいはいはい、そして、私が担当してた苦情処理委員会でですね、私が受けた年間のまあ、私だけじゃないんですけど、はい、余命で切り盛りしてたんですけど、はい、年間600件ぐらい、うん、そういったトラブルの相談があったんですね。その中で 65% ぐらいが賃貸に関するトラブルですね。その契約的なことですか。はい、そうです、契約とかですね、はい、退去する時のあれとかですね、敷金礼金とかそういうのがありますね。それからあと 20% ぐらいが売買に関することですね。うん、それからあと、まあ、10% もろもろがですね、うん、まあ、相続の問題とか、うん、いわゆる教会のですね、うん、土地の教会のトラブルとかですね、そういったことですよね。あ、うん、それがトータルで、まあ、大体年間600件ぐらい、はい、さばいてました。はい、ですから、まあ、一番多い、まあ、賃貸についてね、はい、まあ、3月4月は移動の時期なので、そうですね、まあ、賃貸のことについて少しねお話しさせていただきたいと思います。はい、どうぞ、はいはいはい、お願いします。はい、平成10年頃ですね、国土交通省からですね、退去に関する敷金トラブルのガイドラインっていうのが発表されたんですね。はいはい、で、まあ、大分県宅地建物取引業協会を含め、うん、47都道府県のですね、宅建協会の方で、まあ、そういったその苦情のトラブルの解決の、はい、を、まあ、いろいろ模索してですね、一般の方の、
はいわゆる相談をですね、はい、受けるようになったんですよね、うん、はいはい。でまあ、そのガイドラインからいくとですね、退去に関して、敷金を、返してくださいということでね、うんうんうん、ほとんどの場合、自然損耗に関しては、家主がすると、家主が例えばクロスですね、うんまあ、使ってくるだけで、うんまあ、自然に傷んでいたものとか、はいはいまあ、色が変わっていたものというのが、うん、変わっていたものとかはですね、うん、住んでる人の責任じゃないそうです、住んでる人の責任ではないと、うん、ただ、住んでる人の責任となるとですね、いわゆる善良なる管理者の下で使ったかどうか、いわゆるその全館注意義務違反っていうのがあるんですね、はいはい、それは一つには例えばタバコのヤニですね、そうですね、今は少なかったでしょうけどね、もう今減ったんですけどね、タバコのヤニ、それから、釘を打ちつけたとかね、で例えば壁に穴を開けたとか、落書きをしたとか、ですね、まあ、そういったのが全館注意義務違反に該当するんですね、はい、でこれに関しては入居してきた人がやらないといけないと、現状復旧しない、現状復旧しないといけないということですね、はい、うんうん、だから例えば冷蔵庫の裏がちょっと黒ずんでたとかね、うん、そういったのもは全館注意義務違反には該当しません、うん、ですからそういったのはもう家主がするべきだと。あ、ただしこれの根本の根本にはですね、はい、家賃をきちっと払ってきた人です。あ、なるほどですね、ちゃんとそうです毎月ね、うん、毎月ね、きちっと払ってきた人です、うん、で、まあ、契約書上はですね、家賃を1ヶ月でも滞納した場合には基本的にはその時点で契約は解除されるという考え方なんですね、うん、はいはいはい、だからそういった人たちがですね、逆にですね、相談に来るパターンが多いんですよ。ああ、その賃貸じゃあそのいわゆる家賃を滞納している方の、うん、そうですトラブルとですね、そうです、そのいろいろ絡んで、絡んでですね、いろいろそういう相談があるときはそういう方が多いですね、そうです。だからそういったことを言うためには家賃をきっちりと、はい、うん、ちゃんと払っておかないと、払っておかないとそういうのが主張できない、そういう時に言えないんですね、そうです、そうです、そういうことですね、はい、そういったのがありますからですね、はい、で、まあ、ガイドラインを基本的な考え方を言いますとね、はい、賃借人の居住使用による発生した建物価値の減少のうち、うん、賃借人の故意、過失、全館注意義務違反、はい、その他通常の使用を超えるような使用による、うん、損耗などを復旧するということですね、それがまあ基本理念です、はいはいはい。で、まあ、床とかですね、畳、フローリング、カーペット、うん、これはですね、既存部分の補修のみを、入居者がしなければいけないですね、はい、で、まあ、工事の施工単位っていうのがあるんですね、はい、平米数、まあ、例えば100平米あったとしますよね、はい、100平米あってそのうちの、まあ、1平米ぐらいをそういう傷を生かしたとかね、はい、でその部分だけでいいんですよ、うんうんうん、基本的にはね、その1平米の部分だけを、うん、そうです、そうです。だから比率、うん、比率的なのをですね、はい、計算したいわゆる金額的なやつを請求が来る場合はこれはもうやむを得ません、はい、ね、やむを得ません。ただ1個傷があってるのに全部っていうのが、そう、全部っていうのはね、おかしいな話なので、うん、うん、だから 80% は、はい、80%、90% は、うん、家主がしないといけないということで ね、その傷がある部分だけを、うん、まあ、そのパーセンテージにして出るときに負担しないといけないそうです ね、 そうですね。だからそういったのが基本になります、はい、もうこれはもう壁もそうです、全部一緒ですからね、はいはいはい、だからそういうのをまあ、住んでる方がね、うん、頭に入れていただいて退去するときにトラブルのないようにね、していただきたいなということですね。なんかまあ3月4月は移動が多いんで ね、 そうですね、いわゆる引っ越しがやっぱり多くなる時期ですよね、一番ね、そうですね、はいはい、なのでまあ今ね村上さんからお話がありましたけれども、まあ今ねこれが家を出るという方はね、
今みたいなところがありますから、はいはい、よく、ね、まあ、調べたり、まあ、家賃対応しなければの話ですけど、そうですそうです、はい、そういうことです家賃がまだね払ってないとやっぱり言えませんけれども、ね、方はねそういったことができますから、うん、まあ、少しでもね、あの負担をなく出た方がいいでしょうし、 ね、はい、で逆にまたそういう分かんないことがあったらそこに聞いた方がいいですね。47都道府県全部の宅建協会の方で、はいはい、そういった、相談窓口というのがあります、うんうん、ありますんでね、はい、必ず、各都道府県に1個ありますからね、はい、そこの地元の都道府県の宅建協会に電話をしていただくとですね、はい、いついつ来てくださいっていう、ね、説明してくれますんでね、うん、あれしてください。わかりました、はいはい、じゃあ、 まあこれからね、はい、今みたいなことも含めて、まあ、家のこととか、そうですね、まあ、いわゆる賃貸のことで何かね、はい、ちょっと、不明なこととかトラブルがあれば、宅建協会の方に、ね、そうですね、電話していただいて、電話していただいて、ね、うん、するとね、いろいろと対応してください。まあ、どうしてもね、はい、忙しい時期はなかなか、ね、はい、時間取れないところ、まあ、今からおそらく忙しい時期に入っていくと思うので、はい、なかなかね、すぐにはできないかもしれませんけど、電話してね、予約というか、時間のね、調整取ってもらって、そうですね、行ってもらえたらいいかなというふうに思います。はい、わかりました。はい、今日は村上さんからね、不動産のお話をね、まだこれからね、出番が増えればまたこういう話聞くことがあると思いますけれども、ね、はいはい、またぜひ次回また、売買のことでもね、はい、税金のことでも何でも構いません、はい、もしそういったねあれがある方は、はい、メールでもね、そうですね、いただければ、うん、うちにメールでもいいですよ、下村上さんにまた、話してもらいますんでね、はいはいはい、不動産に関してはプロですから、そうですね、ね、ぜひ送ってください。そうですね、はい、ぜひお願いします。はい、わかりました、はい、ありがとうございました。はい、どうも。はい、はい、といったわけでね、あっという間にエンディングの時間になってまいりました、どうですか村上さん、まだ多少時間がありますから何か話したいないことがあれば。ですね、はい、実は福岡のですね、はい、ココスケさんが、ね、あ、はい、いつも、早口言葉は言いなさい言いなさいって言ってね、強制的に言われてるんですよ、はい、だからね、はい、いや私早口言葉苦手なんですよ。まあ、でも、でもね、ちょっと調整し、ココスケさん職人ですからね調整しようかな。一番、まあ、最近に送っていただいているのがね、それを読んでもらいますので、じゃあもう、じゃあ村上さんこれ、はい、こちらが、この3つが早口言葉なので。ああ、なるほどですね。まあ、じゃあちょっと読んでもらっていいですか。昇格証券勝率勝者速攻勝と。ああ、いいですね。ああ、聞きいまみ、みいまみ、いいまみなんか言いにきですね。早朝住職、粗食朝食これをだから早口で3回ぐらいですね。あ、3回ですね、はい、じゃあ言いましょうか、はい、昇格証券勝率勝者速攻勝と。おー、いいですね。聞きいまみ、みいまみ、いいまみ聞きいまみ、みいまみ、いいまみ聞きいまみ、みいまみ、いいみまみ。なんか難しいね、やっぱり。難しいですね、それは難しいですね。早朝住職、粗食朝食、早朝住職、粗食朝食、早朝住職、粗食朝食。これも難しいですね。じゃあちなみに僕も読んでみましょう昇格証券勝率勝者速攻勝と、昇格証券勝率勝者速攻勝と、昇格証券勝率勝者速攻勝と。言えないですね。聞きいまみ、耳いまみ、いいまみ。聞きいまみ、耳いまみ、いいまみ。聞きいまみ、耳いまみ、いいまみ。難しいですね。早朝住職、粗食、朝食。早朝住職、粗食、朝食。早朝住職、粗食、朝食と。いただいてますね。なかなかですね、どっかからその拾っていたんかなと思うぐらいよくできてますけどね。よくできてますね。ちゃんとその、いわゆる野球とかうちのお寺にこう絡めてるからまたすごいですね。すごいですね。関係ない、人じゃないからですね。ぜひ他の方もね、挑戦してもらいたいですね。コウセさんが一番やっぱどうしても多いですから、高校は。もうせっかくですから、コウセさんが川柳も来てるんで、ね、川柳を紹介したいと思います、はいはい。4つ来てますよ、美味しいよ、いちこママ咲く桜餅。ああ、今ね、ちょっと話しましたけどね、さっきね。そうですね、はい、うちの桜餅もですね、本当に評判めちゃくちゃいいですね、めちゃくちゃ売れます、可愛がりプロレス技をかける兄、まあ、可愛がりと今ね、どちらかというといい、
ないですからね、もうそういう海外って、ね、もう日常茶飯事だったから ね、これはもう日常茶飯事やってましたんでねまあもうラジオを聞いてる人がすればご存知だと思います。はい、トシトレード今宮健太謙虚です。あ、なるほど、これはもうそうですね、ですね、もう何年、もう9年目、10年目なんですかね、10年目、9年目です ね、 ですね、ね、ありますけど、もうすぐあの FA の取得しますそうですねあと1、2年でね、その辺が来るんで ね、 ね、またラジ、ますよね、ラジオの方ではなんか盛り上がりそうですけど ね、 ですね、 FA の話で ね、 あ、まあまあ謙虚ですね彼は ね、 ね、うん、もうちょっとこうね前に出てもいいのにと思いますけど、です、ね、まあまあ彼の性格ですから、ね、最後です。プロ並みに野球も釣りもこなす兄、あ、さっちゃんのことですね、これはさっちゃんのことですね、確かに ね、 ね、料理もうまいしね、そうですね、何でもできます、まあ、器用ですね彼は、器用ですね、多分うちの兄弟では一番器用ですね彼は、あ、はい、僕が一番不器用だと思います、おそらく、あ、そうかな、はい、うん、本当料理もうまいしね、ですね、まあ、そこさっきのカレーの話じゃないですけど、またうちのね、あの社長がカレー作りますから、ますますんで、それも食べてもらいたいですし、まあ、なんかいろいろそういう機会はね、あると思いますから、ぜひね、あのお寺に足を運んでいただければ、そういうこともあると思います。はい、康介さん、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけでね、最後のエンディングになります。というわけでね、まあ、今から我々ね、歓迎の打ち上げで、皆さんと盛り上がろうかなと、ね、歓迎の間は約3週間お酒も飲みませんでしたから、そうですね、まあ、精進料理、まあ、終わってから僕 ほぼ飲んでないですけどね、はいはいはい、なのでまあ今日も久しぶりにこう、まあ、明日割と何も入ってないんで予定が、はいはい、久しぶりですね、あ、よかったですね、はい、大体朝からこうお参りあったりするんですけど、明日そんなに早くしなくて良さそうなので、まあ、今日はあんまり、考えずに、まあね、飲みたいかなというふうに思います。はいはいはい、でまた来週、ね、24日、はい、僕も行きますし村上さんも、はい、キャンプ行きますので、ぜひね、分かる、僕らのことが分かれば、ぜひ ね、声をかけていただけると、我々は喜びますので、見かけた方はぜひ声をかけてください、はいはいはい、もしなら僕はあれつけてるかもしれない、プレートつけてるかもしれませんけどね、あ、はい、まあ、村上さんもなんかもらえるかもしれません、そうですね、なんか話聞いてますからですね、はいはい、どうしてもそのパスで変わるんですけど、その身内なのか関係者なのかでパスは変わりますけれども、はい、なんかいただ、まあ、試合がなければそうです、ね、いただけるんじゃないかなって話は聞いてますから、そうです、ね、まあ、いただければもっといいので写真撮れると思いますので、毎回いただいてますので多分大丈夫だと思います、いただければいいかなというふうに思います。はい、じゃあ皆さんまた次回お会いしましょう、さよなら、さよなら、ありがとうございました。はい、といったわけでね、第53回証券会ラジオいかがだったでしょうか。ちょっとね、一月以上前のラジオで皆さんね、何言ってんだってね思った方もいるかもしれませんけれども、まあ、これがね、手作りのラジオの味ということでね、ご理解いただければなというふうに思っております。今ね、ラジオのこの編集をね、している道中でですね、まあ指示ではありますけれども、うちの娘がね、4月から小学生に、ね、なるんですけれども、まあ、そのお祝いをね、健太と健太の奥さんからいただいたので、ちょっとちょっと電話をさっきしてきました。お礼もね、まあ、僕もお礼もしますけど、まあ、うちの娘からもね、ちゃんとお礼を言わせようと思って電話したら、ちょっと健太の方がね、電話出まして、ちょっと話をね軽くしました。どうなのって言ったら、まあ、もう大丈夫と言ってました。まあ、本当に悪かったのは1日2日ぐらいと、それからはね、徐々に体調の方も良くなっていって、今はもうどうもないというような話をしてました。まあ、ああいう成長医なんでね、まあ、嘔吐下痢症とは違うんでしょうけど、やっぱ結構腹を下したりすることが結構あるんで、まあ、そういうのも聞いたら、今はもう全然ないよって言ってたんで、おそらく、開幕の方にはね、間に合うんじゃないかなというふうに思います。まあ、たくさんね、皆さんに心配かけているところもあると思うんですけれども、まあ、本人曰く、問題ないと言っていますので、おそらく、まあ、そのチーム事情もありますけれども、まあ、本人のコンディション的には、大丈夫だということなので、まあ、しっかりね、開幕に合わせてくるんじゃないかなというふうに思います。まあ、これはね、しっかり皆さんに伝えておいた方がいいなと思ったので、エンディングの後にね、ちょっと時間を作って皆さんにお話をさせていただきました。またね、3月の終わりなんですけども、一応4月7日からね、一心寺では、一心寺ボタン桜雲海祭りというね、お祭りを行います。約2週間ロングランですけれどもね、長くやります。今年は特にね、いろいろとこう力を入れて、イベントもね、中でこうやりながらやっていこうと思っていますので、今までね来たことある方も、そうでない方もぜひね遊びに来ていただきたいと思います。そしてこの、ラジオを撮っている、
現場というか、まあ、ブースというのはまだほど遠いんですけれども、本堂の一角、まあ、ここもねぜひ見ていただいて、あ、こういうとこでラジオ撮ってるんだなというのも含めてね、来ていただければいいと思います。またあの本堂ではね、ケンタの日本代表のユニフォームも、展示していますし、僕がいれば、ケンタのバットとか、グローブとか実際本物をね皆さんに持っていただいたりとか触れていただくことも可能ですので、まあ、そういうね、いろんな、楽しみ方をしていただけるお祭りとしてやっていきますので、ね、またあの売店の方にまたケンタの、商品会グッズとか、まあ、そういうのをね、販売するブースも作っています。そして、まあ、一心寺ではね、とても有名な、牡丹桜の桜餅っていうのもありますので、これもねもう全く本当普通のテレビとかラジオとかでもね本当に紹介していただいて、特にね、前回のアンテナ長野さんがね言われてましたけどね、本当にうちに寺に来る途中のラジオで、ラジオの一般の本当のねラジオで、春の訪れを感じる瞬間はっていうことでね、そのラジオのリスナーさんがメールで、一心寺のね桜餅を食べると春が来てみたいな気がしますみたいなね、そういうびっくりするね情報も聞いてますので、ね、本当に嬉しいと思います。でまたね、また一心寺のためにということでね、お茶まで送っていただいた、お姉ちゃんさんありがとうございます。ぜひね作業している皆さんでいただきたいと思いますので、この場を借りて、改めてねこれの方をさせてあげたいと思いますので、本当にありがとうございました。ぜひね、皆さんにね遊びに来てもらいたいと思います。このねラジオに出てきている今のね村上さんであったり、安定の長野さん、荒金純二さん、倉岡さん、大輔さん、そしてビッツ君、水曜日であれば、女性の三浦さんもね、桜餅を売りに来てくれます。まあ、必ずいるかは分かりませんけどね、マッチョ坂本さんもそうです。一応ね、僕の友達とか、まあ、このラジオをね、協力してくれてる皆さんもまた、たくさんね、来ていただいて、このお祭りを盛り上げてくれますのでね、特にこのラジオを聴いている方がね、来た場合は、結構ね、そういう、ゲストにね、ゲストというか、準レギュラーやゲストにこう、たくさん会うことがあると思いますのでね、そういうのをまた楽しみにしてもらえたらね、嬉しいなというふうに思っております。メール始めましたのはじめさんもね、いるかもしれませんので、まあね、ぜひ来てください。本堂にはね、僕もいますし、次男のね、社長の方も、これも必ず毎日いますので、ぜひね、声をかけてあげてください。非常に喜ぶと思いますのでね。というわけでね、ちょっとエンディングに付け足しをして、皆さんにお話をさせてもらいました。というわけでね、次回、第54回の、商品会ラジオでね、お会いしたいと思います。残念ながら、今回の村上さんのこのお話を出した時点で、ストックはありませんので、次回、誰が来るかは分かりません。もしかしたら僕一人でやってるかもしれませんし、誰かをね呼んで、ちょっとね3月ねマッチョ坂本さんが、来れなかったので、まあ、その辺も含めてね、まあ、年度末なんで仕方ないんですけども、まあ、その辺も含めてねちょっと私の方で、ゲストを見繕って、ぜひね引っ張ってこようと思いますので、皆さん楽しみにされてください。そして、野球のね開幕の方ぜひ楽しんでください。それでは、第53回証券会ラジオこちらでお開きです。それでは皆さんまた次回お会いしましょう。さようなら。